皆さんこんにちは、まことです。とまつりです。はい、今から準備動画を撮ろうと思います。 Get ready with me です。メイクはちょっと前に出した動画とほぼっていうか一緒なので、ちょっと今は沖縄に来てるんですけど、ちょっとこんな感じで自然な感じの準備動画を撮ろうと思います。はい、じゃあママ早速お化粧します。いで、あ、えいえいおってなに。まつりが眠くなる前にパパっとやります。にょんにょんにょん。常にママのこと触ってたいちゃう、ね、なんで常にママのことを触ってちゃいたいちゃう。常にママのことを触ってたいちゃう。2回も噛む同じとこで。はい、まずこうやってやるんだよ。はい、パチーテの化粧水をつけます。前の Get Ready With Me ではちゃんとアチャームのミストを使ってたけど、まあ今もあるんですけど、これは夜使ってて、こう夜用と朝用の化粧水を持ってくるのがちょっと荷物になるなと思って、これを一本朝も贅沢に使ってます。これめっちゃ良くてさ、2本目なんだ。たっぷりたっぷり。いいらしいよこれ。どうですか、今回の沖縄旅行は。なんかさ、急遽決まったじゃんね。うん、それもいいなと思ったけど、いいなっていうか、なんていうの、ほとんどノープランだよね。え、3日前ぐらいにさ、決めたよね、宿とか飛行機も。そうだね、何日泊まるかとか。うん、あ、忘れてた。で、ファチューテのエイクリーム。これはね、ファチューテのスキンケアはナイトクリームとか使ってたんですけど、デイクリームも買ってみました。これはね、 SPF30 入ってるから、日焼け止めにも化粧下地にも使えるらしいです。でも今沖縄で紫外線めっちゃ強そうだよね。紫外線強いね。紫外線強そうなので、これだけだと不安だから、またラロッシュポゼを塗るけど、子連れで旅行したいみたいなずーっと思ってたじゃん。けどなんかさ、なかなかさ、でもなんかちょっと車で行ける近いとこが安心だしとか、なんていうの、なんかそういうの考えてハードルが高かったけどさ、意外と、いやもう最高。なんか意外とこう準備はちょっと大変、大変っていうか、頭の中が忘れ物ないかなみたいな感じで、うん、ちょっとざわついてたけど、初めてのね。そうそう、来てみたらいいね。家族で旅行、家族旅行って感じがする。赤ちゃんをさ、こう連れてったら疲れちゃって、結局親が楽しいのに付き合ってもらうみたいな感じになるかなと思ったけどさ、めちゃくちゃ楽しそうだよ。今も笑ってるよ。楽しい。なんか多分もう家とかさ、いつも行く場所とかにちょっともう飽きてるから、うん、ね、8ヶ月になって周りのことが分かるようになってきて、すごいこの部屋にもいろんなとこに興味持つし、風感じてめっちゃ楽しそうだよね。こっちの風を感じててさ、こっちの風感じてる。そうだから、なんか、ね、あ、連れてきてよかったなっていうか、なんだろう、ちょっとまた自信になった。自信っていうか楽しみが増えた。また行けるなって、うん、次ファンで自信になった。もう本当にね、この化粧メイクの詳細はもう変わってないので、前のゲットレディウィズミーを見てください。おしゃべりっていう感じの動画にします。計画しすぎない旅行もいいね。そうだね、まつりもストレスになってくれるし、そうこの周りにいろんなものあるしね。だからまあホテルでゆっくりっていう感じにしたかったから、あの Vlog でもちょっと言ってたけどね、キッチンとか、あ、洗濯機付きのお部屋を選んだし、赤ちゃん連れにも優しいよね。優しいね、ここいるしね、他にもね。そう、子連れ旅行でちょっと赤ちゃん的には体力心配で寝れなくてグズグズかなとか思ったけどさ、
結構また家よりぐっすりしてるよ、ね、ぐっすりしてるね、まあ、疲れてるかも、疲れてるから逆になのかもしれないけど、結構普通にスッて寝てくれて朝までね、こう寝れなくてギャーっていう夜泣きみたいなの、ホテルでそれがあるとちょっと焦っちゃうけどね、大丈夫そうでよかったです。今まで沖縄もうビキニを何着も持ってきて海で焼いてっていうか、とりあえず初日は海で焼いて黒くなるみたいな感じだったけど、水着ももうはーい浮かれてるね、取れるの自分でそう、水着ももうさ、これだけしか持ってきてないし、このインナーに着るようにしか持ってきてない。まあね、産後なんでね、ビキニになる勇気はまだないんですけど、でもこういう沖縄の楽しみ方を知れてよかったね。うん、逆にもう今さ、ね、海って何したらいいか分かんないっていうか、結構日差しが怖い、ああ足目になるみたいな、気にしちゃう。前は全然気にしなかったのに。 Get ready with me I'm ready to partyGet ready to party with me って言って、はい、ストレスあるよ、ささっとやっちゃった。眉毛終わりました。説明せずにさ、化粧進めてる。もう今この3のシマリンググローディオのこっちのチークにも使える方をアイシャドウにします。これがね一番時短、まあね、ホテルに、ホテルっていうかゆっくりするだけなんで、時短のメイクで。で、このまま、このハイライト、はい、もうないけど、一番のお気に入りのハイライトを使います。最近撮影のお仕事みたいなのがさ、ちょいちょいあってね、メイクさんにメイクをしてもらえることが最近あったんですけど、この、やっぱこれめっちゃいいよねって言ってた、みんな大好き。やばい、なんか発光してない？すごい光りすぎてる。ここ塗ってないんだけどね。テカテカ。はい、もう時短だからね、本当はハイライトもうちょっと後にするんだけど、順番は最短でやってます。で、アイラインを引きます。ママのことを見て笑えてます。ママ可愛いって言ってるかな。言ってるよ、言ってるよね。ママ可愛いよね。メイクにも順番があるんだよ、祭り。ほら分かったね。はい、で、マスカラは、あ、マスカラ前と違うかも。このベアミネラルのフィトファイバーボリュームマスカラ、マキシマムブラック、なんかすごい強そう。こんな感じでボリュームがあるマスカラなのに、クレンジングもね、しつこくなくスルンって落ちるお湯で、優秀です。これはちょっとボリュームだからたまになりやすいけど。で、チークします。リクション、え、終わった、メイク早い、なんか早く感じた。あとリップだ。お昼何食べようか。昨日か昨日、おとといおすすめの場所聞いて、ほんと皆さんたくさんありがとうございました。ありがとうございます。全部見た、調べた。で、ちょっとね、ここから近いとことか調べて、じゃあね、シャネルです。こんな感じの色味。お昼はね、タコライス、キング、うん、キングタコスっていうところがすごいおすすめしてもらったところのタコスか、タコス発祥、タコライス発祥、タコライス発祥、あ、タコライスか、タコライス発祥のお店か。あとね、本当はあの女村のホテルに泊まってるから、近くに808キボール、ポキ食べたかった
んだけど定休日で、もう一個行きたいとこ定休日だったよね。あ、ピザ、なんか花、なんて読むんだろう、花人会うって書いて古民家風のピザ屋さん定休日つらい。ちなみにさ、昨日行ったジバゴコーヒー、ジバゴカフェ、ジバゴコーヒーとその花人会うっていうピザ屋とキングタコスが多分一番多かったかも。おすすめ率がすごい、おすすめしてくれた人が多かった。美味しかったです、コーヒー、カフェ、店員さんもねすごいフランク優しかったね。ワンピースを着てるので、なんか巻きすぎるとギャンギャンになっちゃうから、さらっとさらっとさせます。なんかちょっと毛先整えるぐらい巻いて、ちょっと前髪だけ巻く。スタイリング剤を忘れたので、この洗い流さないヘアトリートメントをちょっとつけます、序盤に。これお風呂上がった後に髪を乾かす前に使うオイル、ちょっとだけ使います。気をつけてね。はい、完成しました。ちなみにですね、ワンピは何かわいい、かわいいや、見えない、かわいいや。こんな感じのね、沖縄にはね持ってきたい、沖縄っていうかリゾートには1枚持ってきたい、さらっとしたワンピースを着ております。はい、ってことでバタバタと Get Ready With Me を撮りました。今日は沖縄3日目で、明日帰る予定なので、もう少し楽しみたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。